サンルイス FC はメキシコ中部サン・ルイスポト市州の州都ン・ルイスポト市に本拠地を置いていたサッカークラブである。サンルイスやサンルイスポト市の名で広く知られていた。2万8千人収容のエスタディオアルフォンソラストラスをホームスタジアムとしていた。1957年9月23日、サントスという名称で設立された。2009年には、 コパリベルタドーレスに出場してグループリーグを突破したが決勝トーナメント1回戦の直前に大会からのリタイアを余儀なくされた。これは2009年新型インフルエンザーがメキシコを中心に拡大し多数の死者が出たためである。それにより決勝トーナメント1回戦の対戦相手であるナショナル・モンテビデオがメキシコ遠征を拒否し結果として サン・ルイス FC の大会離脱が決定された。2013年5月28日、チアパス州トゥストラグ・ティエレスへの本拠地移転とチアパス FC への名称変更が決定された。ニックネームはトゥネーロスであり、後にグラディアドーレスに、さらにレアレスに変更された。レアレスというニックネームは、かつてクラブがレアル・サン・ルイスという名称だったことに由来する。 近年に与えられたその他のニックネームには、最終節のロスタイムにトップリーグ残留を決めたことに、起因するエルエキポデルミラグロというものがある。ありがとうございます。